今日から朝の体操にカレー屋の忍者さんが加わります。こんにちは、ダイスです。今回はクレヨンしんちゃんオラと博士の夏休みやっていきましょう。今日から朝の体操にヨシコお姉さんが登場します。2人加わりました。もうだいぶ増えましたね。前列の左右、素晴らしい、これで全員かな。もうちょっとなんかヨヨコちゃんの後ろに人が入りそうな感じはありますね。ではいただきます。いただきます。いただきます。さっきの話、理屈は全然わからないけど、ララコがそこまで本気だったらお姉ちゃんは全面的に協力するね。金曜の朝、朝ララコちゃんはあの絵本から過去の世界の記憶を見つけた。うん、えそれは不思議な歌のようなものでした。歌、王が眠る地に現れた竜、濃い王と乙女と姉妹は伴侶を連れて立ち、やぐらの上に竜を放った。どういう意味なの？これは古代九州国の絵本のクライマックス。ヒヒコの村に恐竜たちが現れるシーンなの。博士から聞いた話では、今までのタイムトラベルは全て思いや記録が道しるべになっている。だからこのシーンをみんなの力で再現して、それを道しるべに博士のタイムマシンを動かせば、恐竜たちはすぐにここからいなくなるはず。なるほど。王が眠る地に現れた竜が現実になるなら、あっちの世界に竜、つまり恐竜たちが現れる。つまりここからあっちへ恐竜たちを移動させるってことなのか。すごいぞ。でも恋多き乙女と姉妹とそれぞれの伴侶役が必要よ。男女3人ずつ合計6人。誰がその役をやるの？姉妹の役は私たちしかいないでしょう。で、伴侶の役はお姉ちゃんの伴侶はサブロー君。え、そんなこと頼めるかな。あと恋多き乙女はヨシコちゃん、そのお相手はキャップ、お父さんの出番だよ。え、そんなこと頼めるかな。何言ってるの、お父さんだってまんざらでもないくせに。いつまでもうじうじしてないで、母さんのこそ忘れて再婚しろ。なんつったってヨシコちゃんピチピチよ。オラが立候補するのはダメですかな。ダメ。いい、キャップ、今日の晩ご飯までにヨシコちゃんに出演を頼んでくること。そしてヨシコちゃんの伴侶はキャップ、絶対よ。そういうお前はどうなんだ、いつまでも一人じゃないか。サブロー君とお付き合いしているのか。私は彼と結婚するから。え、だからお父さんも幸せになって。いきなりだな。なんかいろいろすっ飛ばしてますよね。うん、わかった。今日ヨシコくんに相談してみるよ。で、オラのお相手は私に決まってるじゃない。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。忍法カレーの銀河くんが仕事のことで困っているようなんだ。誰かに悩みを聞いてほしいみたいだよ。忍者の悩みを聞かされたって、一般市民の私たちには手裏剣の飛ばし方とか、まきびしの踏み方とか。踏んでどうする。しんのすけ、まきびしって知ってる？うちのローンもあと32年。それはまあ厳しいでしょ。ララコちょっと行ってみようかな。しんのすけ、この後忍法カレーに集合ね。あとお姉ちゃんとキャップは先ほどの宿題をお忘れなく。あれ、
外にいる。昨日のプレゼントは気に入ってもらえた？あ、おパンツじゃないから入っちゃダメよ。銀河さんのところで待ち合わせなので、そっちに行きましょう。なんか次郎さんが最近昼間いないんですけど、何があったんだろう。今までって確かいたと思うんですよね。どこか行ってるのかな。到着。あれ、みんな来てる。来た来た、遅いぞ。面白そうだから来たよ。今日は何があるの。百聞は一見にしかず。では銀河さん本人にお話を伺ってみましょう。お主はテレビの敏腕レポーター？新聞記者よ。最近は家業を継ぐことを若干意識してるのなんてね。銀河は長年研究してきた自慢のカレーが辛すぎて辛すぎて誰も食べてくれないことを告白した。悩みはなかなか根が深い。そうなんだ。しんのすけは知ってた？知ってた。じゃあどうすればいいんだろう。これは難しいぞ。ねえ、人間が食べられないのなら恐竜に食べさせればいいんじゃない？え、変。僕も今同じことを考えていたんだ。出た。本当かしら。そしてマサヤ君のアイデアをやってみることになったのです。おお。来た来た、ティラノン食べた。え、喜んでる。恐竜に新しいカレーを与えるとペロリと食べてすぐに完食。おお。本人に感想を聞くわけにはいかないけど、どうやら気に入ったみたいです。すごい。美味しかったかな。尻尾燃えてるけど。火出た、火。あれ、あれ、今見てた。あいつ火を吹いたよ。ほら、すごいもの見ちゃったぞ。辛すぎたのかしら。でもうなずいてたし。恐るべし忍法カレー、良薬は口に逃がし。どうですか、ご感想は。嬉しいでござる。そして拙者もやってみるでござる。素晴らしい、うまさだ。体を突き抜ける快感、そして体を突き抜ける辛さ、辛い。銀河流忍法。あれ、ファイヤー出た。カレー屋の主人銀河忍も大満足の結果です。それにしてもこの人は本当に人間なのかしら。疑わしいことですよね。宇宙人じゃないかな。いや、さて、いい感じに行けましたね。では次、次行ってみよう。一番心配なのはキャップとヨシコちゃんかなと思うので、そっちに向かっちゃおうと思います。新聞社。でもきっと美味しかったんだと思うんだよね。よかったね。到着。進展したかな。キャップ、よしこくんは相変わらずロッカーの陰から僕のことを見ているけど。ドキ。お、
そもそも仕事の量が少ないから暇なのかもしれない。うんうん、しんのすけがもっとたくさん記事を書いて持ってきてくれたら、忙しくてそれどころじゃなくなるのにな。ドキ今日はなんかとばっちり来たね。見て見て、これ見せましょう、昨日のやつね。なかなかの記事だ、素晴らしい。はい、どうかな。232人だって。お小遣い100円、ありがとうございます。よしよし、頑張っ、もう一回話しかけてみるね。あーもうあれなんだ、記事の話になっちゃうね。よし、新聞を見る。シャカセ、恐竜がいた時代の記憶、ここから始まってる話でしたね。でよしこちゃんは今新聞社の状況はこんな感じ。新聞の売り上げが増えたんだ、しんちゃんのおかげ。ん？4000、新聞の4859。なんかあれですね、最大までは行ったから大丈夫そうですよね。よしよし、ではあとは食堂かな。でもちゃんと話してたのかな、キャップ。ん？宿題があったと思うんですけどね。あれいた。恐竜のくしゃみって聞いたことある？すっごい音だからびっくりしちゃうよ。聞いたことないんだよね。最初うちのキャップのくしゃみかと思ったもん。それぐらい大きな音なんだ。キャップのくしゃみって大きい音なのか。これなんだろうね。で、一回食堂を覗いて、その後博士のところに行ってみましょう。母ちゃん、背中のひまちゃん、これなんかひまちゃんの話昨日もこれでしたね。多分結構聞き終わったんじゃないかな。今みたいに働き方が大勢いるときは店に活気があっていいな。これでもう少したくさんお客さんが来てくれると本当にいいのだけど。掲示板のやつはこれで広告で300円もらいます。そして隣、有明シラウオは釣ったかい。海の名前が入っているけど川を遡ってくる魚なんだ。珍しいから写真を撮るといいよ。そう、カメラ、絵が出るぞ。あれ戻ってきてる。さっきいなかったよね。どこ行ってたの？なんか最近恐竜がいなかった頃が懐かしいぜ。あの平和な日々は帰ってくるのだろうか。いや、これはこれで平和かもしれない。俺たち人類にはそう思えないけどさ。お腹すいた。お前はマイペースだな。っていうところで終わり。あ、もうあれですね、今どんな感じ。ここではしんのすけの DJ プレイの感想が聞けるよ。これ特にやってないんだよね。あ、親子丼頼まれた。じゃあそっち行って新聞社の方から博士のところ行こうかな。いたいた。ここに座っていると世間のことがよくわかる。空は青い、雲は白い。我が輩は自分の思惑通りにことが進んでくれないので自暴自棄になっている。どうせ世間は私のことなど1ミリも気にしてはいないのだ。なんか悲しい。で、本当に世間は私のことなど1ミリも気にしてはいない。なんという悲しいことなのだ。最後にカレーの出前を頼まれた。じゃあこれ銀河さんのところに行きましょう。なんかだいぶあれですね。よし、ここだね、ひひこ坂。ありがとう。ういよし。あ、お腹空いてる、危ない。あー、やっちゃった。食べればよかった。お腹空いてた。うふい、元気。
どこ行ってたの心配したわよ、博士のところ。よきあんばい。はい、夜はイベントがあるみたいなので、ここからはまた次回進めていこうと思います。ちなみになんですけど、結構いろいろ種類が集まったんですが、まだ足りないのが結構多いですね。目標が難しかったです。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。